デニー・ダイクストラはアメリカメジャーリーグで活躍した元野球選手。外野手。左投げ左打。アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンターナ出身。ニックネームはネイルズ。1981年ドラフトでニューヨーク・メッツから13巡目に指名され入団。マイナーリーグで活躍の後、1985年5月3日にメジャーデビューを果たす。 ムーキー・ウィルソンとの併用でセンターとして起用され、この年は83試合に出場。翌1986年には147試合に出場。主に一番打者として起用されて打率295、8本塁打、31盗塁を記録。この年メッツはシーズン108勝54敗を挙げ、2位に21.5ゲームの大差をつけて地区優勝。 ヒューストン・アストロズとのナルイグ・チャンピオンシップシリーズ第3戦では、サヨナラホームランを打つ。この時、サヨナラホームランを打ったのは、子供の時に、母親との野球ゲーム以来だよ、とコメント。ボストン・レッドソックスとのワールドシリーズでは、メッツが2連敗で迎えた第3戦に、初回戦闘打者本塁打を打っている。結果的にメッツは連敗スタートから巻き返して、 4勝3敗でワールドシリーズ制覇を果たすのだが、その起爆剤になったホームランとなった。その後もウィルソンとの併用が続いたが、1989年6月18日にフアン・サミュエルとのトレードでロジャー・マクダウエルと共にフィラデルフィア・フィリーズに移籍。当初はこのトレードに困惑し、一時成績を落としたが、移籍を機に完全にレギュラーに定着。 フィリーズのファンからも人気者となり、翌1990年にはリーグ最多192アンダーを打ち、打率325を記録して、オールスターではファン投票で選出されて初出場を果たした。1991年5月7日にはチームメイトのジョン・クルックのパーティーの帰りに飲酒運転をして木に衝突する事故を起こし、 チームメイトのダレンドールトンともども負傷し、さらにシーズン中にも守備でフェンスに激突して負傷。1992年には開幕戦で死休を受けて負傷し、2年間で148試合の出場にとどまった。1993年には復活して161試合に出場し、打率305、19本塁打66打点、37、盗塁と活躍。 773打席は当時のメジャー新記録で194アンダ129死球、637打数はいずれもリーグ1位。チームは10年ぶりのワールドシリーズ出場を果たす。シリーズはトロントブルージェイズに敗れたが、シリーズでは打率、348、4本塁打を記録し、もしフィリーズが勝っていたら、シリーズ MVP に選ばれていたと思われる。 活躍であった。交通事故は別としても、発するプレーに起因する故障も度重なったことから、この年を境に成績が下降1994年、1995年はいずれも前半戦活躍して、オールスターに出場するが、いずれも故障のため途中でシーズンを終え、まだ33歳の1996年、40試合に、 出場した5月18日の出場を最後に現役を引退。1998年のスプリングトレーニングで復帰を試みるが失敗。2006年8月20日のメッツの試合前に行われたワールドチャンピオン20周年記念イベントでもシェイスタジアムを埋めたファンから喝采を浴びていた。コーチとしての9回復帰を志していることを表明。2007年には メッツのスプリングトレーニング期間限定のコーチを務めた。引退後は、故郷カリフォルニア州で投資家として成功を収めており、投資情報サイトザストリートコムでのコラムや記事の執筆経験もあったが、2009年7月に連邦倒産法第11章を申請した。2011年6月に車の窃盗や、 書類の偽造など25件の罪で起訴され、カリフォルニア州ロサンゼルス軍地裁は2012年3月5日に自動車窃盗などの罪で禁錮3年の判決を下した。同地裁は求人で募集した女性5人に対して露出したり、ナイフを突きつけてマッサージを強要したりしたとして、さらに4月18日に執行猶予3年と禁錮9ヶ月の判決を下した。 7月13日に破産詐欺、資産隠蔽、資金洗浄の3つの重罪も認め、12月3日に懲役6ヶ月半、社会奉仕活動500時間を宣告された。また、賠償金20万ドルを支払うよう命じられた。2018年5月23日、ニュージャージー州で、ウーバーのドライバーを銃で脅した容疑で逮捕され、脅迫と薬物所持で訴追された。 2007年12月13日に発表されたミッチェル報告書によると1989年春のスプリングトレーニング中にダイクストラの体重の増加が顕著だったのでカークラ・ドムスキーは体型の大型化について尋ねたがその時にダイクストラは運動能力向上薬物であるアナボリックステロイドの使用を認めた1993年のワールドシリーズで フィリーズが敗北した後、正確な時期は覚えていないが、ラドムスキーは、ダイクストラの求めに応じて、ステロイドのデカデュラボリン、ダイアナ、テストステロンを販売したことを思い出した。コミッショナー事務局では2000年以来、ダイクストラのステロイド使用は知られていた。これらの主張についての情報を提供し、応答の機会を与えるために、ジョージ・ジェミッチェルが面会を要求したが、ダイクストラは、 この要求に同意しなかった。2010年6月に出版されたランドールレームの著書の中で私は先駆者らしかったジュースの使用するのは本当に最初らしかった。私とカンセコアと述べ現役時代の禁止薬物の使用を認めた。ありがとうございます。